はい、皆さんこんばんは、キョロジーです。ですね、これは、10月13日、土曜日ですね。おそらくこれをアップロードする日はですね、まあ、テスト終わりの後になりますので、まあ、その日にアップロードされた日に撮った動画ではないんですが、まあ、その理由はですね、まあ、テスト期間中ということもありまして、動画を撮りためてからの、まあ、編集という形になるんですが、今日はですね、すごく嬉しいなとかありました。あとっていうのがまたまたまあもう何にも用意しないので、また手頃なスマートフォンでパッと撮っているんですが、その、まあブログ友達から始まってずーっともうすごく仲良くさせていただいてて、もうブログを超えてまあ、よく年に数回になるんですが、まあ皆さんもまあ YouTube ユーザーのまあ皆さんご存知だと思うんですが、大阪に住んでいるリズトさんからですね、この前のそのサイクルフェスタですかね、モードかのところに行っていたみたいで、で、ノグのステッカーをもらったということで、それをまた、今年もですね、送って、くれました。でですね、封筒の方は、まあ、住所とか書いてるので、お見せできないんですが、中身を開けてみると、びっくりなことに、すごいこれ発想力があって、開けたらこのワクワク感、すごい楽しいなーっていう感じで、自分だったらそうですね、こういう発想なかなか思いつかないので、こうやって思いつかる人がすごい、いいなと思っている自分です。でですね、それが、これです。はい。すごいですよね。まあ、これ、ノグのステッカーの、A ですね。A なんですが、お待たせいたしました。カッターで切って、レッツオープンということで、手紙も入っているということで、そうですね。一旦また動画を止めて、もう一度カッターで切った後に動画レポートをしてみたいと思います。はい、すいません。ですね、今、カッターで開けてきたところです。で、開けてきたらですね、中身にですね、びっくりなことに、この、大きいノグのステッカー、水色と白ですね。それと、あとちょっとちっちゃめの同じサイズのノグのステッカーをいただきました。そうですよね、毎回思うんですが、このすごく、大きくて、もう、迫力があるんですよね。自転車で貼るって言えば、その、でかいんで、ヘルメットとか、丸い形のヘルメットとかだったら多分貼ったらおしゃれやなと思うんですけども、自分はその、ロードなので、やっぱり上、あとはブズブズっと開いてるタイプなんで、そうですよね。まあ、その、自転車の時とか使うその、なんて言うんでしょう。道具箱とかそういうのにも貼っといても、なんかすごく可愛くていいかなって思ったりします。こちらの方ですね。多分こちらの方であれば、TCR くんか、アベニューくんに貼れると思いますので、一回ちょっと、まあ、また洗車しないと乗ってるんですけども、その、乗っていない時にも、その砂ぼこり等がめちゃめちゃつきまくってますので、前回ワックスがけしたところなので、水拭きですね、して、これを貼りたいなと思います。また年末になりそうな気がしますが、また年末の、去年と同じような内容になっちゃうかもしれませんが、ステッカー貼りと、洗車ですね、洗車コーナーの動画を見ていただけたらと思います。リストさんにも、この動画を楽しみにしておいてもらいたいなと思ったりします。でですね、お手紙入ってましたので、読んでいいんですかね、読ませていただきます。毎度です。今回、サイクルモードで、数多くは、ゲットできひんかったから少ないけど、まあ、プレゼントします。ありがとうございます。いつも水色ばかりでごめん。いえいえ。自分もですね、まあ、自転車も水色好きということもありまして、こちらも、ノグの、4LED ですね、ありますので、水色、大好きですよ。で、今回は白1枚入れていますということなので、気に入ったら貼ってください。from リツト、かっこ俺って書いてますね。こちらの白はですね、やっぱり、
別のところに貼りたいですよね。自転車とは別のところ貼りたいですね。どこ貼ろうかな。いつもこのステッカーが可愛くて、その一回やっぱり貼ったステッカーってそのなかなか取ったりできないじゃないですか。なんでずーっとまあ貼っといて残せるようなところに貼りたいなーっていつも思うんですね。そうですね、どこ貼ろう。また貼ったら動画レポートを入れたいと思います。とりあえずですね、今僕がやりたいなと思っているのは、こちらのステッカーを貼ってですね。で、前回もらったステッカーもまだまだたくさんありますので、そちらの方も合わせてなんか貼りたいなと思っている次第です。と、まあ、そういう感じでですね、簡単なんですが、ノブのステッカーと、リストさんからの、いただいたお手紙と一緒にですね、紹介、レポートさせていただきました。本当にリストさん、ありがとうございました。それでは、失礼します。